はい、こんにちは。占い評論家の岡田雄生です。今日は、16番目のカード、ザ・タワーですね。塔と訳されているカードです。一見すると、なんか嫌なことが起きそうな感じですけれども、それほど、実際占ってみますと、それほど嫌な意味合いはないんですよね。大抵はですね、この王冠というのは頭です。で、しかも、なんて言いますか、欲望を表してますから、バーンとこう自分の固定観念が外れる感じなんですよね。で、こう象牙の塔ですね、中に埋まっていた人たちが外に追い出されるというね、そういった意味合いなんですね。で、あと、この辺のこの数が数えると12個ぐらいこうありますね。12星座を思い起こさせるのはこの炎ですね。で、こう中に閉じこもっていたりとか、保守的だった自分というのがパーンとこう悪出しされたりとか、新しい自分にモデルチェンジさせられる時が多いんです。ですから、新しい自分に変革するときっていうことになります。これは多少痛み伴いますけれども、こういうときは思い切ってやってしまった方がいいので、このタワーというのは後になってみると非常にお釣りがね、たくさん来る、そんな意味合いを示しています。やっぱりこう自分というのは変わらないのが一番楽ですから、こういうカードが出ますと変えさせられます。ですから、それがまた結果的に後になってみるととっても良かった。そんな結果になりますので、一見するとね、怖いカードですけれども、これはそんなに悪い意味ではありませんので、なんか自分を変えるチャンスだというふうに思っていただけると良いかというふうに思います。なんかね、まるでこう象牙の塔にいた人たちが追い出されるって、そんな感じですよね。はい、ということで、これはそんなに悪い意味合いではないということを強調しておきたいと思います。それではまた次回ですね。はい、失礼します。